Tremendous work on Gannibal You, uh, the way the way you carried the character, the way you carried that uh, Daigo, was like astounding. um, You know, such stressful situation, such a unique situation. Uh, my first question is, what was your reaction to to the role when you first like got the script for it? Yeah. 賞、ね、を取る瞬間を見ていったしまあその時期はちょうどもうこの「ガンニバル」で今回の脚本家そのドライブ・マイ・カーの脚本家でもある大江さんと組むっていうことをもう聞いていたからなんかそのいろいろな世界中で賞を取っていく姿を見ている大江さんと今回タッグを組めるっていうのはとてもラッキーなことだなって思いましたしあとやっぱり片山監督

キャラクターの準備っていうことを作ることを取り組んでいたので、まあ、それは例えば家族との関係性なんですけれども、まあ、台本に書かれてないような家族とのシーンをエチュードで、まあ、事前にリハーサルするとか、まあ、それは例えば、まあ、つきなんかこうエチュードで、まあ、僕が妻役の勇気を口説くシーンとかをなんか。 エチュードでやったりなんかそういう感じで、まあ、家族のところはやったあの作り上げていきましたね。まあ、ご当家はご当家であの作り上げていたりそれぞれで、えー、みんな丁寧にエチュードしてました。How much input,、uh, input did you get to have in、uh, crafting the character of Daigo? 例えばあの824でこう作られているあのミッドサマーっていうあの映画 だったり、まあ、あと、まあ、今回その第3話とかで阿川大悟の過去の闇が描かれるわけなんですけれども、まあ、そこでは例えば「セブン」のブラッド・ピットのシーンをよく見てください「まあ、セブン」という映画をしっかり見てくださいっていうふうに監督に言われたりなんかいろいろな作品の uh hi uh, for uh for episode three that was an intensely emotional episode and you said like you know you said you were if it's like from seven and the Midsommar and stuff like that um but just on a personal level like how was there like a certain thing you were imagining to bring out that level of like panic that おやっぱりこうどうしても、まあ、やっぱりこう親しみのないシチュエーションではあるので監督ともちろんこうスリラーとしての緊張感を意識したりとかあの本当だけど監督にあの演出を。 やっっぱ受けていたっていいいたうことが大きいですねあんまり自分でこう何て言うんですかねやっぱりだんだんその狂気を見せようとかなんかこう意識的にこうやって何かをこう何て,て説明すればいいのかこう作り上げたというよりかは割と監督のこう手の中で転がされているというかこの作品の空気感は監督が作り上げていて。 その現場に行ったら本当に何かそういうムードになるような雰囲気を監督が作り上げていたのであのご飯をそこで食べてくださいって言われたらご飯食べるしここで鏡見てくださいって言われたタイミングで鏡を見るしっていうふうにしてあまりこうアイデアはの効果はあるけど自主的にこう何かをしたっていうことではない。ファイナルクエスチョン。 <laughs> 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 なんですかだけどあのやっぱりその <laughs> あだけどもう特に僕がないのでな、普通にあの見てあの楽しんでいただけたらうれしいなっていうことですかねなんかそれで感じてもらえたものをまたお逆に知りたいですね <laughs> 日本と違う感覚っていう。Like I feel anxious because I want to know what happens next. Because <laughs> you, yeah, you left it at a good cliffhanger, and I can't wait to see my. Oh. <laughs> Thank you so much. <laughs>